それでは発表よろしくお願いいたします。I wish they have more good experience in Nanjo City. Looking, feeling, thinking, and doing. Thank you for your time and attention. ご清聴ありがとうございました。このようなあがいてたプランという企画に参加することができまして、私たちはとても光栄に思います。では質問がありましたらよろしくお願いいたします。質問がある方は少しお願いします。南中学校の皆さん、講師を呼ぶって書かれてたんですけど、どういった方を呼ぶんですか。はい、私からでよろしいですか。
南城市に住んでいる映画を作っている監督さんがいらっしゃいます。そういう方たちにお願いをして、実際に監督業を行っている人たちにその機器ですとか、ストップモーション、彼らは今ストップモーションで今撮影して楽しんでいるんですけれども、それだけではなく撮影するときに必要な道具ですとか、今すごく便利な機械がたくさんあります。ジンバルといって携帯が動かないようにするものですとか、そういう機材とかもいっぱい見せたりとかする機会を持ちながら、そういう講師を呼んで勉強会は開きたいと思ってます。その時にも子どもたちだけに人数がというか、コロナ禍ということもありまして人数に制限をかけると思うんですけれども、佐敷小学校を中心にいろんな小学校の生徒たちに声をかけて、こういう企画があるよということでイベントができればいいなと思っております。ありがとうございます。はい、他にご質問がある方ありますか。こんにちは、玉崎中学校の島誠二です。ストップモーションなどの発表はどこで行う予定ですか。ストップモーションなどの図は芝児童館というところで部屋を借りてストップモーションの映像を作っています。ありがとうございます。はい、他にご質問ございますか。佐敷中学校3年の平手太郎です。Nバス以外でも撮影したい映像を流すことを考えていますか。Nバス以外でも YouTube とかそういったのに動画を撮影してもらったり、眼中液とかもテレビとかにも映してもらったりしていきたいです。ありがとうございます。はい、他にご質問ございませんか。モジュ中のオシュルムです。映像、何分ぐらいの映像を作る予定なんですか。資料にあるみたいにカメは初めて見たので、そういうみんなが知らないことなども動画にできるといいなと思いました。で、具体的にどのような動画を作るか決まっていますか。もっと座敷があったの奥の方に行って、みんなが見たことのないような生き物を発見して、その生き物の形に似せた人形を作って、その生き物の動きをよく観察して、その生き物の動きに合わせてもっとリアルなストップモーション撮影を撮りたいです。ありがとうございます。期待しています。はい、以上で5分となりましたので、これで質疑応答を終了させていただきます。NNN プロダクションさん、ありがとうございました。ありがとうございました。